はいどうもこんにちは、ジェット大好きです。じゃーん。今日はね、マクロレンズ。中望遠マクロレンズ。マクロレンズって言うとね、虫を撮ったりとかね、ミニカー撮ったりするものだと思ってる方がいるんでね、先に釘刺しとくけどもね、中望遠レンズですごく画質のいいものです。はい。人物撮っても OK だからね。むしろ人物でマクロレンズ使う方が多いです。 ね。よくわかっている方はマクロレンズ使ったりもしますからね。はい。えー、今回お借りしてきたものなんですが、えー、トキナトキナのフィリンですね。フィリンです。えー、1 0 0、mm、ミリのマクロレンズということですね。1 0 0、mm、ミリ f 2 8ということは、キャノンの純正マクロレンズと同じかな。F2.8。えー、フィルター系がですね、これ、 55mm。非常にね、細い。ね。共闘の細いレンズだなぁと思います。コンパクトだなぁと思いました。え、動きとしてはですね、共闘がぐるルるルっと伸びる。GGG みたいな伸びるタイプなんでね。AF 自体はそんなに速いなぁとは思いません。僕はね、ソニー純正のものを使うのがやっぱりね、AF は速いなぁとは思ったんですけどもね。ただね、 これ、中望遠レンズとしてはすごく魅力的な描写をしますね。あの、マクロ領域だけではなくて、中望遠レンズとしてまさにあの人物を撮ったりとか、えー、そういったこともやってみましたんでね。じゃあね、あのー、作例をお見せしましょうょ。はい。まずね、これはね、普通に撮ったアジサイですね。アジサイっていつだよもう6月だよね。 ずいぶん前に撮ってたんだけどもね、なかなか出す機会がなかったんだ <laughs>。ここまで寄れる。さすがマクロレンズだなという感じはしますよね。で、アジサイ、ついでに、えー、F2.8 で撮ったもの、こちら。ね。F8 まで絞るとこんなになりますね。ね。<laughs> で、どこまで絞れるか。えー、実は F32 っていうのがあって、もうバッチバチだよね、これ。<laughs> F32 だよ <laughs>。気持ちいいぐらい改造するね、これね。はい。じゃあ次はタンポポです。いい背景ボケでしょ、これ。ここまで寄れるからね、ここまでボケるのね。いい背景ボケですよ、ほんと。F2.8。じゃあ次は F8 行ってみましょう。うん。ちょっとうざくなったな、後ろな。うん。 F16。ちょっと背景と同化してきましたね。これね。F22。おお、白爪草。F32。うん。F32 はもうこれタンポポの綿毛バッキバキだね。F32 が使えるっていうのがすごいね。ああ、では、これ黄色い花、黄色いつぼみ。 いい具合だよね。これね、F8 で撮ってます。F18。うん。F22。ああシャッとしますね。で、これ赤い花。えー、これ F8 ですね。F16。<laughs> F32。<laughs> F32、これ、構図変わっちゃった。えー、またこれ F8 です。 ね。で、これも F8 か。で、F22 と。うん。えー、その花の中にね、アリさんを見つけたんですよね。えー、これフラッシュ使いながらね、フラッシュで止めて、えー、撮ってますけどもね。なかなかのもんですよ、これ。全部 F8 の作例になりますけどもね、アリさんは。えー、すごいですよ、これが撮れるんだから。 手持ち、フラッシュ撮影で止めております。三脚等は使っておりません。はい。いや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 。<laughs> 手持ちでアリさん撮ってこれですよ。えー、ちなみにですね、使用カメラ今回はアルファ 7R3 です。しかしここまで、ここまで撮れるわけだ。アリさんがね。はあ ただしね、こう、突発的な動き物には弱いです。ああ、鳩の群れだ、と思ってね。鳩の群れにパーって向けたけどもね、全然撮れませんね。AF がね、そんなに動き物に対応はできないですね。あまだ、でもね、こういうね、人物撮影、ビシッと来ます。これはね、老現像したものです。ね、老現像してはいるのですが、いい具合にビシッと来るでしょう。ね これ、友達のアッキーくんなんですけどもね。いやいや、いい具合にシェーってくるんですよ。人物撮るのにいいレンズだと思いませんか僕ね、これでポートレート撮ったらすごくいいんじゃないかなという気がしましたね。特に頭のね、頭髪の質感とかね、たまりませんね、目尻のシワとかね。この人間が全て描き出されるかのようなね。うんあー 素晴らしいと思います。で、その帰り道で風景写真。<laughs> この朝、朝ですよ。朝さっき、秋撮ったけども、この後、もう本当に直後帰り道に風景写真がね、素晴らしい朝日がね、撮れてしまいましたね。100ミリで風景写真ってあんまりね、風景のために使おうかなとかって思わないんだけど、いや、いや、なかなかどうしてですよね、これね。 いい具合に取れちゃうんだなぁ。で、風景取るんだったら工房どうかなと思ってね、えー、葉っぱの隙間から出てくる工房をね、ちょっと狙ってみました。まあ、葉っぱの隙間から出てくるだけなんでね、あのー、まあ、本来の工房とは違うんですけども、まあ、いい,い感じですよね。えー、三脚使用して、えー、撮ったもの、これは F4 の絞りですね。えー、まだ工房と と言えるものはあまり出てません。F5.6、えー、それから F8.F8 でビャッと出てきてる部分はあるかな。えー、それで F11。だいぶこれは光源によっては見えてますね。F16、F22。ああ、F22 はすごい工房が出てる。そして F32 と。うん。はい、それじゃあね、次は玉ボケ見てみたいと思いますけどもね。 えー、ちょっと虫の写真が出ます。虫というか雲ですね。雲になってな方はちょっとしばらくの間目を伏せておいてください。はい。えー、こちら F2.8 ですね。F2.8 解放です。綺麗な玉ぼけですね。うん。文句の付けどころが見当たりませんね。これはね。F3.2。F3.5。F4。F4.5。 f5, f5.6, f6.3, f7.1、f8, f9、f10、f11。うん。いかがでしたでしょうかなかなかにいいレンズですね。 えー、僕の感想としてはですね、まあ動き物さえ撮らないんであれば、もう全然、あのー、止まってくれる聞き分けのいい人物撮影であれば、<laughs> お子さんとかは無理かもしれないけどもね、えー、大人を撮る分には、聞き分けのいい子とかをね、撮る分には、まあ全然 OK ではないかなと思いますよ。フィルター径 55mm ということでね、えー、その辺もね、 いいですねえー、小さいフィルターほどねやっぱりお値段安いですからね、えー、すごくいいなぁと思いました、えー、フィリントキナーのフィリン 100mm の F2.8 マクロでございましたはい改めましてジェット大好きでございます、えー、来る令和元年10月21日から11月2日までですね、えー、中野にあります健康トキナー本社ビル KT、えー、ビルと言いますけどもね、えー、その2階にショールームがありまして、えー、ショールームの中にギャラリーがあるんですけどもね、えー、そこで写真展をやります、えー。グループ写真展なんですけどもね、僕と祐介くんと風葉さんのこの3人で健康的な2というのをやります。健康的な2です。えー、パート1の方はですね、今年の 春にやったのかな今回その続きとなりますけどもね、健康的な、ということでね <laughs>。まあ、顔のいい方はわかるでしょうけども、健康的なの製品を使って撮った写真です。そして、ショールームで展示してるということなので、もちろん、ショールームでその作品を撮った製品を見て触ることもできるかもしれません。 ということでぜひぜひ、えー、中野までお越しください「ジェット大いチャンネル登録よろしくお願いします」「登録してね登録してね」「登録してね」登録してね「登録してね」登録してね「登録してね」登てね「登録してね」「登録してね」